おはようございます。松島亮でございます。底辺 YouTuber でございます。ゲッポ。12月12日にミニアルバム五輪フリースタイルが発売になります。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はワクチン2回目打ってきたからみんな見てよね、ワクチン2回目接種してきてね、さっきちょうど光がやべえ、光がこう腕が光っちゃってんのよ。ワクチン接種して腕が光っちゃってんだよね。いや、俺ね、まあ顔とかもそんなに綺麗じゃないけど、ね、この辺ちょっとねブツブツとかあるんですよね。それ悩みかもしれません、なんつってね、思ってますけどもね。腕が光るようになっちゃってっつってねあのワクチン打ったことによってね、まあね、全員2年後に死ぬって言ってる人とかもいるし、子供が作れない体になるっつって、それが子供が作れない体が、そいつの子孫が全員なるとか言ってるやついて、子孫いんの、えどっちやねんみたいなこととかもあったりして、まあ面白いおかしく見てますけど、まあワクチンといえば陰謀論ですよね。面白いのはで、陰謀論を信じちゃう人ってやっぱりまあどんな意見も考え方も自由だから、ちょっとなんかあら陰謀論っぽいなって思ってもそれは陰謀論なんでノーですって言って、話し合わないっていうのはあんま建設的じゃないと思うから、詳しく聞いてみて、まあほとんどやっぱあ陰謀論だ、長い陰謀論だなんてなることの方が多いけど、だけどそういうこと言ってる人はダメですって言ってこうブチ切れちゃう、関係がブチ切っちゃうよりかは、多少話し合ってみたりとかで、お互いにいろんな考え方があって、これが絶対正しいとかこれは絶対嘘だっていうのはないよねっていう、こう雰囲気で、接するのがいいかなと思うんですけど、陰謀論者の方に対しては。で、ワクチン打ってですね、僕もねついに体に異変が起きてですね、目ん玉をね、黒目をね上にやったら効果音が鳴るっていうね、体に異変がね起きました。今一回だけ、これちょっと疲れちゃうんで一日一回しか多分できないと思う。今日もうすでに一回やってるから次でもうマジ最後って感じで一回しかできないんだけど、効果音が鳴る体になっちゃったっていうのあるんで、ちょっとこれを皆さんに一回だけお見せしようかなと思います。いいですか、耳をよく澄ましてくださいね。いきますよね、こういう体になっちゃったっていうね、これは恐ろしいことですよ。どうした？